はい、どうも。はい、こんばんは、リンリン。見える?映像来てる?映像と音声問題ないっすか?映像と音声問題ない?はい、こんばんは、パーコいらっしゃい。映像と音声教えてください。はい、こんばんは、ひろみさんいらっしゃい。大丈夫?うん。ちょっとね、今からギターの練習しに行きます。音割れたりしてない?ありがとう、のんたん。お。お疲れ、中野ちゃん。いつもありがとう。問題ない?うん。大丈夫だ。できたわ。新しいパソコン。おい、バカありがとう。今日はね、ちょっとね、のんたんにカメラマンをやってもらいます。僕は、ギターの練習をするんで、のんたんが、コメントさばきしますんで。ちょっと待って。のんたん花火が来たよ。ちょっと待って。のんたんじゃあ俺にカメラ向けて。花火来たから。どうやればいいの?ほんと。これで俺のカメラ向ければいい。ここに入れるね。全身映ったら教えて。オッケー。花火ありがとうございます。ギター弾けると思います。こんばんは。よいしょ。よいしょ、ありがとう。はい、じゃあ行きまーす。行きます。よいしょ、行こう。いや、俺ギター弾けないよ、全然。全然ギター弾けない。こんばんは。俺の家だと練習できないから。じゃあダメって何よ。練習。寒いね。ギターの何を練習するの?オリジナルソングを作らないといけないって感じ。ちょっとね、撮影があるんですよ。テレビの。明日リハなんだけど、それでオリジナルソング作ってきてくれって言われて、ギター弾けないけどいいですかって言ったんだけど、うん。こんな感じですね。オリジナルソングを作らないといけない。どこら辺行こうか。コードとか弾けないと無理。でもまあ、テレビ局からそれでいいって言われてるからね。それでもいいからギター弾いてくれって。うん、そう言われちゃったんだよ。やっぱ無理だよね。パーコギター弾けんの?パーコギター弾ける人?スケールとか女の子で知ってるってすごいね。珍しいね。結構専門用。近い方がいいの。どうしようか。弾けるんだ。うん。あ、音切って、放送。ありがとう。弾けるんだ。
一応コード進行は作ったんだけどね、曲の土台になる。1分ぐらいのオリジナルソング作ってくださいって言われてる。なんかギター弾ける公園とかない？駐車場があって。普通の公園の横の道路で。やる。うん。車の中だったら、でも別にそんなに響かないけど。そうかな。うん。家とかそんなければ。電気つけてても大丈夫。うん。眩しくない？あんまり良くない。あんまり良くない？うん。ついてから。ついてから。うん。和音抑えられるかな？それを練習するって感じ。今から。とにかく明日までに1曲作らないといけないんですよ。はい、ワード2。まあ、アドバイスちょうだい。明日までに1分の、まあ、1曲マスターして、歌詞をつけて、コードつけて、メロディーつけてやんないといけないんですよ。無茶ぶりだよね、テレビ局ね。なんかわかる。うん、どこへ行く？まあ、横とかに。オッケー、じゃあ左だね。左行って、左、でっかい信号。はい、こんばんは。いらっしゃい。おぉ。こっちのパソコンの方がネット環境いいな。すごいサクサク。素人で1日では無理。いや、それ伝えたんだけどね、ドラムならできますよっていうのは AD さんに伝えたんだけど、でもまあ向こうがそうしてくれって言うから、うん、しょうがないよね。もう明日撮影だからできませんよって言ったんだけど、まあ、なんか考えてんじゃないの？曲の方も。まあ、そこはプロに任せよう。ドラムはまあ小4から叩いてたし、バンドやってたから普通に叩けるよ。ドラムは8ビートぐらいなら叩けます、普通に。簡単なのが、ね、難しいのとかはできないけど、ツーバスとかはできないけど。ニコ生の時深夜ドラム配信してた。うん、そうだね。うん、ドラム叩いてたよね。うん。それじゃあドラムの方がいいのにね。いや、あれじゃん、なんか歌物の企画だから、歌歌ってほしいみたいな感じだったよ。いや、これが公演だから、次に右に入る感じ。今日はね、ドラムじゃなくてギター。なんかオリジナルソングを作れってテレビ局から言われてて、それの明日、リハがあるんだよね。うん、歌はまあ、普通に歌えんじゃないの。多分なんか、素人っぽい感じのを求めてるんだと思うけど、エルキじゃないね。アコギを借りた。うん、お題はラブソング。オリジナルの1分のラブソング。で、反対側から左遷的に言うと、なんか適当に、もうちょい先に行くとあると思うから、あそこか。中央部分かな？いいのかな？あれ？右入れないんだ。
分大丈夫だよ。一晩だね、あっさり派。車の中で弾く？うん。そっち側の道路側でやっぱ映ってるの？その辺の街とかが良かったんだけど。よかった。その辺大通りです。まあ、ぐるっと回ろうか。駐車したい。はいはいはい。これ OK なんだ。うん。舞台か。何が舞台かの。舞台かってなんだろう。日本語乏しいとか。後ろで弾いた方がいいか。ここじゃ弾けない。じゃあ飲んだんカメラマン人カメラを ついで電気つけて。お前カチッと、何起動したか。じゃあ、あ、ごめんね、なんで映像が起動してる。あ、知らない。そこ持ったからか。で、ちょっとこれ持ってってもらう。いやいや、俺準備できないじゃん。これを前に、うん、椅子を前に出したい。あ、やって。アコギの方がネック太いから意外と難しい。知ってる知ってる。弦太いし。いや、多分抑えらんないと思うんだよね、フレット。そこがネックだよね。痛い痛い痛い。ほんと。うん、ドラムのとこじゃなくて車の中で練習しようっつって、あの、住宅街から離れた。うん、どうすればいい？女が好きになったって何？ありがとう。どうすればいいよ。見えてる？見えてる？見えてたら教えて。映ってますか？映ってる？どうですか？映ってますか？見えてる？あ、大丈夫だった。うん。海の方が良さそうって言われたけど。見えてる？これはどこに置けます？これは別に長くしてもいいし、とにかく、その、この配線が抜けなければ、これが電波供給してるやつだから、どこに置いてもいい、別に。ポケットの中に入れてるのが、俺は普通だけど。はい。いや、もう好きに。カメラの向き差し替えてもいいし。ちょっと挨拶すればみんなに。ピンボケしてる？ピンボケしてる？引いた方がいいかな。こういう意味。あ、ちょっと、このくらいで。カメラを別にそこに置いてもいいんだよ。あ、配線が長かったら。これはほら、見てないからカメラアングル確認できないから。それリスナーさんに聞くのが一番いいよ。どうとか、音聞こえるとか。あ、よいしょ。こういうところに。そうそうそう。え、のんたんがコメントさばくの。なんか言ってたり、花火、ここではスクワットできないから。あれだけど。どう？ああ、これちょっと暗いか。どう？いや、カメ、見せて、パソコン。グリップ挟んで、ちゃんと。ギュッて、挟んで。あ、うんうん、はい。挟んで。で、見せて画面。
どうみんな、これでいい？もうちょい上かな？カメラの角度上にして。どう？これでいい？こんな感じだ。見える？見える？これでいい？電源繋がってる？みんな。あ、見えます。はい、見えます。こんばんは。さくらさん、こんばんは。今日はギターの練習しに来ました。起動しないけど、これ。これどうやってやるの？パワーボタン。パワーボタン押すよ。反応しない。ランプがつかないんだけど。つかないんだけど。チューナーにした？チューナー。つかない。つかない。あ、そう。今ちょっとギターをチューニングしてます。今チューナーでやってます。なんだろう、拾わないんだ。どうしよう。ギターってどうやってやるの？どこで買えるの？セレクト。セレクト。セレクトギターになんないよ。なんだこれ。見せて。サマティックになってる。ボタンってどれ？え、22Hz は違う。コメントとかどう？あ、車の中です。いや、反応しないんだけど。なんだこれ、反応しないんだけど。マイクのところで。悪い、なんでだ。マイクっていうのが、いや、両手使ってるからさ、できないんだって。反応しないんだけど、なんだこれ、ん？おかしくない？あ、消えちゃった。え、配信が？画面が。なんで？どれ？あ、なんだ、これクリックすればいい。はい。あれ？なんで反応しないの？
面白いね。うん。ギターになってる？またギターになってないんだけど。セレクトで。セレクトが面白い。点滅です。押して。え、いい、俺やる。なんで？だって。実現ができないからできない。低い。E が低い。ちょっと待ってくださいね。今、A が。なんで？録音反応しない。ちょっと、チューナーが反応しにくい。ないないの？中に何ある？でもそのつながりやすく合わせた。何だ？あ、で、こっちに電池が入ってるからな。何じゃ。あれ、あー、ビッグ。なんだこれも。いや。ごめん、さばいて。ごめん、テレビ何見てんの？あれ37かじってんじゃん。あれどこだ。チューニングしてるんで、しばらくお待ちください。反応しないんだけど、なんだこれ。なんで？なんでこれ？何これ？どうすればいいの？何これ？どうすればいいんだろう？携帯のアプリの方がいいかも。どうする？あ、まじ。それは低すぎ。チューナーついてるじゃん。ここにチューナーついてるじゃん。電気？電気？電気？エレア
ことしない。こいつが反応しないのがおかしいんだけど。なんだよこれ。限定だって。語源？語源は A でしょうか。A で。これは、あ、語源は A でそうです。はい。これはうちの車です。のんちゃんのお家の車です。D で合ってるよ。4弦は D でしょうか。今日は大軽弦。今日は行かないです。大軽弦は行かないです。D だそうです。え、3弦でいいわ。あ、今3弦だそうです。三弦 G だね。三弦はじゃあ D、G ですね。はい。次 B か。こんばんは。さあ、くみさん。さくらさん、こんばんは。今日はギターの音割れてない？音量とか言ってくださいね。割れてるそうです。マイクどれなんだろう。延長がなんだろう。延長ね。割れてるよ音。マイクどれなんだろう。ああ。音どう。音聞こえる？音どう。変わった？どうですか？どう？どう？報告してもらって。俺のコメントみたいだ。どう？聞こえる？割れてない？割れてる？画面くるくるなる？音、さやちゃん、割れてるかどうか知りたいんだよ。音が。音割れてる？割れてないはずなんだけどな、メーター的には。割れる？
あ、割れてんだ。え、なんで？音ぼやけてる。ぼやけてるって。音がぼやけるって何？思ってるってこと？どう？音がぼやけてる。割れてる？あ。なんだろう。聞こえない？フェーザーがかかってる。これバグだね。ただ。バグ。一回取り直すわ、枠。フェーザーがかかってんの。まあ、外配信だから、パソコンがそもそも違うね。なんだろうな。カメラ、マイク。ちょっと変えるわ。あ。なんかさ、イヤホン持ってる？持ってない。携帯電話のイヤホンだよ。そうか。携帯で見てもらいたいんだよな。外行って携帯電話で、この音どうなのかって。どう？音どう？みんな。音を取り直したんだけど枠。音聞こえる？普通の音。どう？音。音の確認だからさ。うん、音どうですか？音どう？みんな。音。マイクが多分それなんだよ。聞こえる？いや、割れてるかどうか。音質がフェーザーかかってるって言ってたじゃん。これだよね、マイク。どう？みんな。音。割れてる？割れてる？まいったな。なんかラグってんのかな。環境が悪すぎる。どうすか？音どうですか？誰か答えてください。音割れてますか？音割れてる？誰か教えて。なん、誰も割れてない？通常通り聞こえる？なんで誰も答えてくんねえんだ。いいの？ギターの練習していい？割れてる？どんな感じで割れてんの？マイクはこれでいい？ああ、ギターが。これがマイクで合ってる？こっちだよね。今叩いたのがマイクだよね。割れてる。なんだろう。何が割れんの？ギターの音が割れんの？声が違うの？どういう感じなのか教えて、詳細を。まいったな。マイクはそれで、音はどんな感じなの？割れてるっていうのが、メーター的、その、マイクがでかいってこと？練習し、マイクの性能によるけど、ギターが割れてる？ギターが割れる。練習していい？音も割れてる？声がでかいってこと？マイクの入力下げるよ。あ。なんだろうな。あ。これでどう？今環境設定変えたんだけど。あ。テス。ワン、ツー、ワン、ツー、ハー、ヘイ。あ、テス、ワン、ツー、ツー、ハー、ヘイ。あ、どうですか皆さん。
ワン、ツー、ハー、ヘイ、ヘイ、ヘイ。ワン、ツー、ハー、ヘイ。ヘイ、ヘイ、どう？ヘイ、ヘイ、ヘイ、マイク下げたよ。ヘイ、ヘイ。どうですか？ヘイ、ヘイ。ヘイ、ヘイ。ヘイ、ヘイ、どう？割れてる？まだ。なんだろうな。コメントがないな。どうですか？どう？だいぶマシになった？聞こ、オッケー、じゃあこれでやるよ。のんたん。大丈夫？のんたん。ラグがすごいのかな？はい。え？どんな感じだったの？声がこもってんの？いや、割れるっていう感じ。バリバリバリって。そうそうそう。良くなったの？うん。だいぶ、下げた方が、やった。今は大丈夫だ。ならない。はいよ。じゃあお願い。はい。なんだっけな、どうしようかな。自転車入りまーす。あ、どちらかっていうと逆向いててくれた方が俺もコメント確認できるから逆逆で、のんたんが向こう向いてくれた方がいい。じゃあ普通に、じゃあのんたんが普通に向こうで向こう向いてパソコンこう持ってくれればいい。あ、そういうこと、そういうこと。そうしたら、いや普通に俺に見せなくていい。そうそう、そうやってやってくれたら、なんか出てきたの、それなんか空打ちしてほか他のところにか、ダメ、全く気にならない。大丈夫。え？全く気にならないって言ってた。大丈夫。OK だそうです。うん、C は普通。音出ねえな、やっぱ F。なんだっけ、今進行。汚い開放弦は。ミュートしましょう。しま。ワードツー。ワードツー。小田さんワードツー。リッチミュート。コメントが見えないね。ブリッジミュート。どうしようかな。またお疲れ様です。うん、なんだっけ。Am I now Z? Z? Am I not Z か Z? Am I not Z? Am I not 6弦ミュート F F C Am I not F C C C?最近頑張ってないんじゃないの。ナマコンさんいらっしゃい。
ローコードが弾けてるって言いますね。うん。F がやっぱ。難しいですね。F。ミュートを頑張ってください。ミュート？ミュート。6弦とかの。F にミュートなんかないよ。F じゃなくて C。C にミュートなんかないよ。え、C をミュートなしか。あ、そうか。いや、綺麗に指板を押せっていうの。いや、技術を上げるんじゃなくて、もうとにかく曲を突貫で弾けるようにならないといけないの。うん。明日までに、明日テレビの撮影だから、一曲作ってこいって言われたのよ。うん、なんか喋ってない？あ、ここから音が出てる。違うよ。携帯でしょ。うん。テレビの撮影なんでさ、明日。6弦ミュート、 C は6弦、そこない C はミュートなしで弾くと雰囲気変わるから、 C6 弦ミュート、いやそういうテクニカルなことはいらないのよ今。あい、美咲ちゃんワード2、これさ、あの画面暗くなる設定って変えられないのかな。あ、いや、ちょっと暗くなったら触ってあげて、うん、電源だね。そう、親指6弦に引っ掛けるだけでいいから簡単。いや、こういうことやから、これを言ってんだから、それは分かってるって、うん、そういう専門的なことをやるんだよね。ギター上手くなりたいわけないのよ、うん、今俺の課題はギターのレベルを上げることじゃなくて、明日のリハーサルまでに曲を作らないといけないの。いい曲を作ろうとかギター上手くなろうじゃないのよ。アウェーバーのコード弾けるならパクロー。いや、もうコードはできてる。じゃあ簡単でそのコード進行でいいんじゃない？うん、そうそうそう。コード変更はだからできてんだよ。はい、かな。こっちがあるのかな？いや、もうひたすら曲に形にすればいいだけ。だから練習もギターの。メロディーと歌詞。あとは何を、字が読めない。でかくしよう。あとは何練習、そうそうそう、練習。あ、
そうですね、練習してます。ちょっと今弾けないです。今日はひたすら練習するしかない。いや、メトロノーム入れてたら、リズムキープとか入れてる暇じゃない。とりあえず左手をどうにかしないと。さっきも言ったけど、曲を上手くなるためじゃなくて、もうとりあえず形にしないといけないんだよ。うん。上手くなることよりも、形にすることの方が先。下手でいいの、もう。うん、伝わるかな。明日まで作るのが課題なんで。うん。下手でいいの、下手で。多分テレビ局も下手なのが欲しいんだと思う。歌詞もできてないからみんな協力して、うん、歌詞もできてないんだよ、もうやばいんだよ、明日撮影なんだよ。じゃあ明日はリハです。カメリハかも。カメリハが明日なの。報道とりあえず突貫で作った感じ。ラブソング歌わないといけないって大変ですね、うん、メロ作るか。いや、その前にギター鳴らさせて。Come on now
ララ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 ラなんか曲の長さだね。長さが1分指定なのよ。そうなんですよ。ティッシュない。あ、ティッシュちょっとないかもしれない。そうですね、この進行のみで頑張るよ。だから今考えてるのね。今考えてる構成いきます。 1,2,3,4 C G A マイナー E C G A マイナー E マイナー、あ、じゃあごめん、もう一回 C G A マイナー G C G A マイナー G、 次のメロディー A マイナー E マイナー F C A マイナー E マイナー F C で、サビが F A マイナー G E F C マイ、あ、じゃあ、F A マイナー G C か。これが曲の構成。こんな感じです。ポコさんいらっしゃい。バーガープレゼントありがとう。いいよね。パーコ先生がいいって言ってます。なんだっけ。いやいやいや、もう大変なんですよ、今。今日は曲を作って頑張ってます。1分の曲を作る課題です。ああ、ギターとりあえず練習しまくって、後で歌詞だな、うん。そうです、ね。指鳴らさないとダメだわ。難しいから。
ギター手痛いから全然弾けないですね。難しい。これ弦がね、歪んでるからこれ無理。歪むってどういうの？ネックがもう反ってるのよ。だから指を押さえるこの幅が広いの。あ、そう。だからこれをこうギュッてこっち側に反らせてまっすぐにするとこの辺とかも弾きやすくなる。で弦が硬いから明日エレキに張り替えて弦柔らかいのにしたらなんとかなると思う。そしたら F 押さえやすいのよ。あ、音がちゃんと出ないの？それは直しても大丈夫。自分でやる。あ、自分でやるの。曲がってるのか。そう。ここにね、こうギュッギュやる。あなたのこと深く愛せるかしら、子供みたいな光で僕を染める、風に吹かれた君の冷たい、コードがわかんないよ覚えてない。本当は公園で弾こうって言ったんだけど、のんたん車で大丈夫だよ。ちょっと公園は寒すぎるもんね。風邪ひいちゃうと困るんでね、明日にね。ギフンギフン言ってるの。10日まで頑張らないといけない。いや、今のはスピッツの曲だわ。今のはパクリだわ。練習してみた。あなたのことを深く愛せるかしら、子供みたいな光で僕を染める、風に吹かれた君の冷たい、わかんない、コードが忘れた。君を忘れない、曲がりくねた道を行く、生まれたての太陽と夢を語る気もいすな、人と踊れない海や心げた日。うん、うん、そうだね、ノリはそんな感じで、うん、うん、音楽用語にノリっていうワードねえから、うん、メロディーリズムのことね、ノリっていう、うん、ストロークのこと言ってんだよ、たらいい、うん、ストロークはそれでいいじゃん。コピーよりオリジナルの練習でしょ？いや、指板の F の練習しないといけないから、どっちにしろ。F が弾けたらね、コードは全然いけるんだよ。ただまあ、ストローク決めてないんだけど、コード進行だけで。ん？どっちか。オリジナルの練習をね、頑張んないといけない。なんだっけ？ F C Am I not Am I not F C C D Am I not C D Am I notA minor, E minor, F, C. A minor, E minor, F, C. F, A minor, G, C. F, A minor, G, C. あ、温度とか行って、暑いとか、寒いとか。あ、大丈夫。大丈夫。
歌詞が一番楽なんだよね。うん。そうなんだ。歌詞が一番楽だよ。だってあれはもう世界観と雰囲気じゃん。そっか。うん。あれ、延長チケット、下の方行ってくんない？下、画面の下。あれ？いや、下ボタン押せばいい。下ボタン。下ボタンあるし。矢印。十字キー。延長になって、うん、大丈夫。1分、ちょっと待って、読めないコメント。1分間のコード進行のはそれでいい。うん、そうだね。だ A メロ、B メロ、サビだね。A メロ、B メロ、A メロ、B メロ、サビっていう構成。え、何やってんの？戻して消してタブ。タブ消してよ。そこのタブ。あ、そこ消して。うん。いや、普通に。うん。今度じゃあ、企画が終わったら、クリスマスソングとかで頑張って遊びましょう、今度みんなで。クリスマスソングがいいって言うんだよね。あ、もうじゃあ、情まさかこの年になってギターを練習するとは思わなかったよ。うん、長渕ってすごいよね。ここで弾いてるもんね。絶対おかしいよね、ギターの弾き方。すごい。ギターそういう風にできてねえから。どうやっても弾けちゃうんだね、もう、あんな人。うん、ここら辺で弾いてるもんね。うん、この辺で。せい！歌い手じゃねえからな。でもだんだん結構弾けるようになったね。
口先生にも一個作ってもらえばいいです。いやー、レクチはだから FF にハマってる。ファイナルファンタジーやってるから。FF 廃棄になっちゃったの。あと、ユイナにハマってるらしい。え、最初に。ハブ。ハブ移動して、消さないで。ハブ移動して。ネギさん、いらっしゃい。ネギ星人。ネギ星人。ガンツだね。いらっしゃい。明日までに生きればいいんだけどな、大丈夫かな、大丈夫かね、不安だよね、こうなってきたぞ、ね、F に行く時がもたる傾向がある、いや F を練習しないといけないですね、そう、パーコ先生ありがとうございます、なんか曲がっちゃってるらしいんですよ、どっかの何かがネックが曲がってる、ネックが曲がってる、ね、冷房ついてるでしょ、すっげえ寒い、あ、寒い、じゃあちょっとあげます、いや冷房がついてる、すごいこの辺冷房が当たってるんだけど、どっからどっから。あ、今20度になってるから、すごいよ、ここ触ってごらん、この辺冷たい風だ、あ、じゃあちょっと温度上げますね、危ない、ブレコードのじゃなくてロコードにしてみればって言ってます、ね、こっちでしょ、パーコ先生、うん、F メジャー7だっけ、こっちでしょ、いや
せっかくだから F 覚えるわ。F 頑張りましょう。せっかくだから F でき、あ、F できるんだ、ワドみたいな。F 頑張ろう。F、F はやっぱ弾けたらかっこいいから。うん、あ、なんだっけ、あ、じゃあ、なんとかさ。はい。アイラさん。イケメンアイラさんが来ました。ジャンデルのマコツって。いらっしゃい。テレビ局の撮影で練習中です。あ、タプシ。ちょっと明日、カメリハが。カメリハがあって、ちょっと。頑張って作ってます。曲を。作詞作曲してます。作詞作曲してるけど、ギターからっていう。そう。メロディーつけるのと歌詞つけるのは簡単なんだよ。ギターの腕が中学校で止まってるから。今度はあやさんのイケメン話を見に行かないと。これネック直せ、まず指いて。コーヒーちょうだい。はい、うん、夏の色に憧れてた普通の毎日。あ、どうしよう、できない、曲はまだできない、どうしよう。4 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30。
いいじゃんなってきました。アルペジオとかでやりたいんだけどね、ラブソングだったら。ラー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 。アルペジオって何？アルペジオって。ああ。禁じられた遊びできる？わかんない。禁じられた遊びがわかんない。あ、そうか。うん、テン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 だね、俺ね、なんか天才天才だね。何でギターも弾けるし、プログラミングもできるし、生主では大手だし、喋りもできるし、天才だね。これさ、ほら、うん、刺すやつ。何刺すの？電源？何刺すの？Mac とかに、あの、これだって iPhone です。そうそう、これ iPhone に刺すやつ。iPhone 繋がってるのもいいもん。レザリングしてるもん。電気がなくなったらこれで充電できるっていう。これがさ、なんだね。いや、撮影自体は10日だから、明日形になってればいいのよ。撮影は10日。明日、カメリハ。明日、テレビ局に行って、リハーサル。やばいよね。っていうかさ、まずギターの練習うんぬんよりも芸能人の前で明日弾くのが嫌なんだけど。誰かいるかな？いや、3人くらいいんだよ。え、いるんだ。そう、いるいるいる。すごい。その方が緊張するよ。芸能人に出していいのかな？多分 AD かもしんないけど。多分いる可能性あるよ。結構有名な芸能人だから。やばい、突っ込まれず練習じゃん、それは。そうだね。生の空気を体験してくるっていうね。俺テレビ何回か出たことあるもん。え、何なの？すごい。してもらえて楽ぶる。あ、でもね、多分しないと思う。あ、俺しないタイプ。しないタイプだよね。本番強いタイプだわ。うん。生主だし。むしろなんか、やる気満々。そうそうそう配信者病だから。配信病だから。テンション上がっちゃう。ポン PPAP ってなんだろう。 PPAP ポッポポッポっていうのかな。マクロっていう。ちょっとオリジナルじゃないですね。
オリジナルじゃないと。あ、これダメだ。スピッツってあったから、これカットです。今日も別にできたよ、今。コードが頭に入ってない。あとは歌詞乗せたらメロディー変化するから、土台はこれでいいんじゃん。まあボツになるかもしれないしね。これでボツになったら最悪だよね。何のために練習したんだって。あ、消しちゃった。あった？あった。よかった。面白くないんでボツです。普通だったみたいな。そんなの求められてなかったっていう。できちゃってみたみたいな。前で歌うんだよ。飲んだも出んだよ。それが恥ずかしいもの。うん、飲んだも出んだよ。飲んだと一緒にテレビ出ます。その前に別れする。痛い。ラ普通の買った方がいいと思うよ。子供用のアコギっていうか、小さいのあるんだけど、結局鳴りだから。っていうか、ノンタ手が小さいから、その子供用って小さくなっちゃうんだよ。だから不利なんだよ。指が小さい方がいいんだけど。むしろ調整してあげるよ、これを。ノンタでも弾きやすいように。やったよ。熱い。20度ぐらいしとこうか。そう、ゾウさんギターならいいだってな。あ、ゾウさんギターか。聞いてみなよ、この人。女の人で弾けるわけだから、うん、相談しろよ。ゾウさんギターもね、あ
れ壊れちゃうんだよね、そういうの。操作ギターって何？ほら、アンプがついてる。ああ。あれ意外と高いよね。わかんない。いいやつとか。いいやつは何でも高いよ。あ、そっか。楽しいけどね。あ、でもあれ、エレキみたいなだから弾きやすいよ。エレキは弾きやすいよ。うん。エレキのに、アンプが一緒についてて、そこから音が出るんですよ。あー、小さいやつね。はいはいはい。まああんなんいいんじゃん。あれいいと思うよ。ミスチルになりたいの。ミスチルはコード進行結構癖あるよ。なりたいの。メジャーモードあんま使ってないから。ミスチルになりたいから、これじゃないやつがいけない。3番くらいだって。でもこれは3番くらいしなかった。それは2枚ぐらいだと思ったけど。あ、でも、あれの方がね、エレキの方が安かった。今日1万とかで売ってるよ。この色がね、気に入っちゃったからね。いいね。しょうがないんだよ。形から入るスタイルだから。いいんだよ、いいんだよ、それ。そっか、多分それぐらいか、3万ぐらいか。でもあれも楽しいけどね、音がね、出たらね。うん。でもこれもさ、つなげば音出るもんね。うん。アンプ、買えば。ギターなんて何年ぶりに弾くんだろう。中学2年生の時に半年だけやったの、うんうん、だから中2っていくつだ。14歳、6歳で二十歳でしょ。6歳で二十歳だから17年ぶりだ。すごーい懐かしい青春だね、うん、17年ぶり。でも、エレキだと、なんだっけ、歪みを、はい、もう読めないわ。歪みを、うん、求め出すから、エフェクターを必要だと思う。エフェクター？エフェクターとか。ああ、いろんな音やる。歪みかな。違うか。歪みか。すごいな、パーコ先生は何でも知ってるな。ん？パーコ先生は何でも知ってるな。弾ける人はいいなぁ、マジ。スモークオンザウォーター。
口ずさみやトゥルーラブ。お願いします。んトゥルーラブ。君だけを見つめて。あれでもさ、あれじゃーんってやるだけだよね、あれ。わかんない。じゃーんってビーブとアンプルだっけ、これ。合ってる？ディープアップルで。合ってるかな？すごいな。女楽器使いはかっこいいよ。あ、うん、あ、ミスチルになりたい、ミスチルになりたい。今35。うん、35。練習だからね。まあしょうがないよ。かそるね、ただは、うん。コメント拾ってないですね。うん、なかなかね、拾えてないから、うん。ごめんね、みんな。今見てる人手挙げて。今何人見てる？野外にそれずにオリジナルを練習します。あ、そうだ、ガヤに。あ、そうだ、だんだん遊び始めちゃったね。そうだ、オリジナルを練習しないといけない。あの、はい、古代さんいらっしゃい。見ててくれたんですね。ありがとうございます。誰がいるかな？古代さんいらっしゃい。小田さんとパンコ先生と、ドラちゃん、ドラちゃんの、うん、誰いいんだろう。まあ、たくみさん今多分編集してると思うんだよ。たくみ先生も、うん、声さ、小声で喋ってても聞こえてんの、みんなに。これピッポピッポしてから多分声聞こえてる。みんなロムってんのかな、うん、3万度ぐらいしてる。あ、のって、ああ、誰だろう。おお、マライオンか。このサムネはマライオンだよね。うん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ティッシュどこにすればいい？後ろにポイって。バカップル、世界に。バカップルぶるよね。こいつら痛いなって思われるんだろうね。黒歴史を。YouTube を世界に配信されてしまう。テレビ出たらみんな録画してね。出れたら。たくみさんが一生懸命世界に配信してるから。やばい。これ、まずいなって。あ、座って。暗くなった。こっち、こうやって危ない。こうずらすため。そうそうそう。あとで設定変えないとね。うん、電池何パーある？下のさ、電源ボタンのところにカーソル合わせて。テレ東、いや、言えない。何の層って書いてある？今何パーだろう？ 100 パーで。紫？あ、結構、あと1時間か。紫のハイウェイスター、何の話？わかんない。あ、ちょっと今あのオリジナル曲の練習で。
リクエストができないので、ミスタさんいらっしゃい。あ、ユミタフさん。あ、ディープパープルなんだ。クーさん。なんだっけ。マグ先生すごいな、何でも知ってるな。さすがだな。それだとね、聞こえてないと思うよ。声張らないと。のんたんの声聞こえてた？そこなもんだと思うよ、でも。多分ギターの音と、あれで。もっと声張んないと多分聞こえないと思うよ。お疲れ様です。ブースお疲れ様です。テレビ局でリハーサルします。歌詞はもう、あ、そう、歌詞はできてないのと、あと、そんなギターの練習中です。超かわいい、大事な子がある。はい、ワダツー、いらっしゃい、一応。少々いらっしゃーい。
がなくなった。ん？ピックどこだ？あれピックどこ行った今？カラン？カランって言ってる。あった。さっき。ギターはいいね、シンプルで可愛くて。いい楽器だよ。いいなぁ、できて。練習すればできるでしょ。あれの指板があるの。でもギター弾いてれば勝手につくよ。
持ってきてくんない。お前の似顔絵にキスをして、そっちこっちが持ってきて、うん、歌いまーす。ごめんね、ちょっとスクワットできないです。花火ありがとうございます。お前の似顔にキスしてく、今宵は二人でダンス、今宵は二人でダンス、明日テレビのリハーサルがあるんです。ダンスよ、テレビに出ますよ。 Oh my love and forAnd for you, my love. うん。ノンタいるよ。ありがとう。ありがとう。大丈夫。はい。ラララ、ありがとうね、花火。ラララ、明日はリハーサルでーす。そのうちテレビに出まーす。生放送じゃないですか。半年ぐらい先に、うん、録画して、うん、録画っていうのはあれ、テレビで。なんて書いてある？しよう。しようさん、テレビに出ま、そう、テレビに出るの。テレビのリハでテレビ局から一曲オリジナルソング作ってきてくれって言われたの。それの練習中と作曲中です。放送は半年後ぐらいの、まあ、使えるかどうか分かんない。カットされなければ半年後に一緒に出まーす。なんて書いてある？ほうほうって。え？ほうほうって。うん。今月の10日で、それから、まあ、半年後ぐらいかな。カットされなければ、編集でカットされなければ、おかまされない。あ、ここ大丈夫ね。注射されない。さ、あの、おかまされないようにね。ああ、ここはあの、注射スペースです。公園の前の、うん、路上の駐車スペースね。ありがとうね。おかまされちゃう怖いな。そんなでもケイトは
疲れた、休憩するか。そう、当番じゃもうすぐなんですよ。それなのにまだ作詞ができてない。違う、だって4日前だよ。あ、そう。4日前に言われたんだから、2日前だよ。今日、2日前に、あ、そうか。そう、テレビ出ませんかって言われたんだもん。じゃあ、明日カメリハが。カメリハ、だって4日前にオリジナル曲1分で作れて無茶ぶりすぎるっしょ。無茶ぶりが。明日カメリハだぜ。大変だよ。無茶ぶりだよね、テレビ局。うん。これずっちゃう。うん。ノルマは1日8時間練習。だってもう明日には撮影だもん、テレビ局行かないといけないもん。8時間どころかもう寝ないでぶっ通すよ。頑張らないとだよ。まあでも今、まあ、雑なメロディーと、あと、コードはできたから、あと歌詞考えるのはそんな難しくないから。あ、でも、どうしよう。え？朝。うん。もう寝ないで行くよ。このまま。え？ずっとこねる？ずっとっていうか、多分充電が1時間か2時間で切れるから、うん、そう、この枠まではずっと練習しようと思ってるけど、うん、なんで？駐車場がなくなっちゃうの。ああ、全然大丈夫するわ、うん。頑張らないといけないんだよ。まあでも、なんとかなりそうじゃない？パーフォー。聞いててどう？だストロークとか別にこだわって曲作るわけじゃなくて、うん、要はテレビ局の荒いのが欲しいわけだから、じゃあ素人に無茶ぶりしてると思うんだよ。ギター弾けないのは言ってあるから、別に弾けなくはないと思うよ。うん、要は素人感出したいんでしょ。そうそう、コード移行だけ、そう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 、それが言いたかったん、パーコ。そういうこと、そういうこと。コードの移行だけしっかりして、音がちゃんと出てれば、ストロークとか気にしなくても、まあ、下手だけど、ちゃんと弾けてるねってなるから。うん、そういうこと、そういうこと。だから、そう、ギターのテク上げるための練習は省いてたの。うん。さすがパーコ先生。さすがパーコ先生。俺の言いたいことがやっと伝わったっていうね。多分そこが狙いだろうね、おそらく。向こう側の。ああ、わかった。そんなにランキング低くないから、今日次第がかそってるんだ。うん。だいたい土日こんな感じだもん。うん、昔はね、土日って言ったらね、ニコ生とかゴールデンだったもんね。今年末でなんかいろいろみんな忙しくて。うん。リア充が増えたんだよ。楽しい番組をテレビでやってるかもしれない。うん。あ、でもここの視聴者テレビは見ない。見ないだろうね、うちのリスナーは。テレビないから。うん、俺もテレビ7年ぐらい見てないもん。あ、でもテレビパソコンつなげればキャプリルかも。あ、でも自分がキャプリル、キャプリル、あ、いいのか。録画とか。録画は問題ないじゃん。キャプリルかも。キャプってほしいな。うん。頑張って。何人かにね、やってもらえば。うん、そしたらね。頼むけど、誰か。うん、一応テレ、あ、テレビっていうか、あれに、パソコンに映るから、うん、テレビ。あ、そう？うん。じゃあキャプリルよ。チューナーがついてて、指が痛え、感覚なくなってきた。豆ができちゃうね。豆できるだろうね、明日。痛い痛い、うん。テーピングしよう。テーピングすると感覚なくなっちゃうからダメなのよ。血まめ潰しながらやるしかないギターは。いや、カチカチになる。うん、頑張ろう。クラシックギターだったら、ね、クラシックはナイロンだからやりやすいよ、うん、ただ音が全然違うよね、うん、花物っぽい音は出ない、うん、お母さんはやってた、あのギターあったじゃん、うちに。ああ、ナイロンあったね、うん、ナイロンつうか、あのクラシックギターがいっぱいあったね、うん、でもあれで演歌弾いてたから、まあ、水ぶくれタイプだね、俺は。切れたことは一回もない。水ぶくれになって、潰れて血まめっていうパターンだね。
でも、大丈夫だと、ああ、でも、こっから先練習したらなるだろうな、赤くなってるから。ああ、本当だ。どうでしょう。痛ぞ。痛い。感覚ない、今。うん、でも、楽器は全部そうだよ。そうか。ピアノなんかさ、ここ、指切る人いるぐらいだもん。広げるために。全然いるよ。そしたら広がるの？広がるよ。だって、物理的に、ここで止まってるわけだから。関節じゃないの、それ。関節の可動もそうなんだけど、もう物理的にこう切っちゃうのよ。うわ。ないから、もう。俺、横すごい広がるから、ピアノ向いてるっていうね。ピアノマンですか？キーボードも練習しなきゃ。いや、楽器は一個に絞った方がいいよ。そう、ね。うん。でも、キーボードだったらさ、ギターの音出せちゃうから満足しちゃうよね、きっと。うん、ギターで切る人もいるんだ。ギターでも切る人いるって。全然いるよね。あ、そうだよね。こうやってやる。うん、できない。結構みんな努力してる。和道さん、楽器の経験はあるんですか？俺ドラマーですね、もともとは。ドラマーですね。ああ、ドラマーっつっても高校生バンドみたいな感じだけどね、下手くそだけどね。うん、あと、一応、19歳の時に初めて起業したのが、ライブハウスの経営だったんですよ。一応音楽業界にはいましたね。プロアーティスト5組ぐらい出たかな。同級生で一番成田で有名なのは全く同い年で中村あたるっていう性同一性障害の紅白歌手がいますね。中村あたる。で、まあ、弟と、まあ、クラスメイト一緒だったのは寝言っていうバンド。あれも成田のバンドなんですよ。あとライブハウスやってた時は、バンプオブチキンのドラムさんが来てくれてたりとかしたり。あと、ま、ロック系が多いかな、パンクとか、プロアーティストは。オーマイラブ、お前と共にオーマイラブ。生きていたいオーマイラブ。自由のためにオーマイラブ。俺は戦う。ラララララララ、こういう。ちょっと面白い。ちょっと面白い。それが合うかどうか。オーマイラブ。Oh my love. お前と共に生きてたい。オーマイパスタも入れてほしいって何？パスタ。もう、オーマイパスタ。お前と共に、オーマイラブ。達成かしら。オーマイラブ。パスタのコマーシャル。Oh my pasta。 あ、パスタのコマーシャル来た。お前と共に、お前ら。コマーシャルいただきます。お前と共に、お前ら。Oh my pasta。 Oh my pasta。Oh my love you. Oh my love you. お前とともに、なんだっけ。Oh my love. お前とともに、Oh my love. Say! Oh my love. ダメだな。キーがわかんない。ラララララ高いね。低い方で歌った方がいい。
ララ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 ラあの、なんか、お前らが耳に残って離れない。お前ら、お前ら、お前の胸に、なんだっけ。お前ら、お前とともに、お前ら、お前とともに、お前ら、Oh my love you. Oh my love you. Okay. Oh my とともに Oh my love. Oh my とともに達成かしたな。Oh my love. Love on my pasta. なんだっけ歌詞。Love.オーマイパスタ。ダッセーだパスタの歌に。パスタの歌にパスタの歌に。CM だって。来ないかな。おいら。でも感動する曲を作らないと。多分そうだろうね。うん。なんだろう。泣くやつは。なんだろう。すごい YouTube 用に、たくみさんいますか？たくみさん YouTube 用に、オーマイパスタ、あの、歌います。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。オーマイラブ、オーマイラブ。お前の胸に Oh my love お前とともに Oh my love Oh my love you Oh my love you お前とともに Oh my love お前の胸に Oh my loveOh, oh my pasta. Oh, oh my pasta. Oh my pasta. これはこれでいい曲。ドラちゃんに捧げようか。ドラちゃんに、ね、作詞。ドラちゃん作詞すごい。作詞。面白い。なかなかなんか、じわじわ来ますね。じわじわ来るね。じわじわ来るよね。ハマってきたね、なんか、ね。ハマってきたね。すごいな。練習したらそれくらいになる。うん。一日あればできますよ。じわじわ来る。この歌詞がもう、離れなくなって。離れなくなって。
どうしよう、本番でこっちになっちゃったらどうするね。これはありますけどみたいな。弾けるようになってきたりか、ね、うん、なんかいい音になってきた。ちょっといい気を消してこっち置いて。いいよいいよ。手がプルプルしてきちゃった。大変だよ、だから外配信とか大変なんだよ、ね、本当は。これでも重いもん。うん、これの倍ぐらい重いかな。手首が痛くなってきて。そうそうそう、腱鞘炎になるの。今はね、携帯でみんなやってるから。うん、これさ、サセスがあるのさ、つければ刺すやつ手にもう刺すの。ああ、でもそしたらほら普段使いに今度は床を置くときとか傾いちゃう。バリって取れる。ああ、いいよ。うん。プルプルしてる。プルプル。歌詞どんなんでしょうかな。パチ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 。ありがとうございます。やばい、今の言い方やばい。楽しい。おとます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぶっかけちゃう。ぶっかけちゃう。全然面白くない。あんま言っちゃダメですよ、そういうこと、ね。いい、楽しいリスナーとかいらないから。あんな腹黒い女を裏で食ってるデブとは仲良くなれないから。いろいろつながりがあるんで、そういうところちょっとお願いします。お願いします。狭い世界やわ。狭い世界。ゆいがさんに1万円を払う男とは仲良くできない。わかんないじゃん、実際さ、絡んだらいい人かもしれないじゃん。ね、絡んだことあるよ、何回。絡んだこと何回もあるって。ほら、傭兵とかも仲良しだしさ。傭兵仲いいよね。うん。だからみんな仲良しだし、みんな仲良くしようよ、ふわっちゃし。そうだ、まあ。こっち来ないようにね。こっち来たらもう嫌だね。来ないように、来ないように誘導しない。うん、もうニコ生でやっててください。傭兵くんとあのね、サムツさんは、みたいな。ね。いいコンビだよ。いいコンビなんで、ニコ生でが向いて、ニコ生に向いてるよね。そうそうそう。ね、やっぱね。ニコ生向きです。ニコ生向きだよね。そうだよね。ニコ生の仮存。あ、うん、いや、これが伸びていくから、うん、そうそう。伸びるかい？そうだ。何年やってんだよ。これから、これから、これから。川崎洋平、川崎洋平、本番でただ滑り、ディズニー飛んでるのに川崎音外れてるからいい、川崎洋平、川崎洋平、公式放送ダダズベリー、公式放送ダダズベリー、オーオーマイパスタ。そういうこと言うなら嫌われる。洋平に嫌われちゃうよ。洋平くん、どうなのね。減らっちゃうよ。減らっちゃうね。うつ病が悪化するんだよ。うつ病が悪化して。今度見たとき、あれの、なんだっけ、キックされてる。ブロックです。ブロックです。
あ、リムネでも見るかなってクリックしたらブロックされてる。あ、あ。でコメント書いた途端またブロックされるっていう。NG にぶち込まれる。いいな、ひろゆきと会って。いいね、羨ましいよね。でも相方って重要だよね。もうひな壇扱いだから一生拭えないじゃん、あの。だから近、もう仲良しにはなれないよね。だから誰に繋いでもらうのかって実は重要なんだよね。どういう立場で繋いでもらうか。一回そういうメディアの出方しちゃうとね、やっぱね。その印象は拭えないから。野田くんは美味しかったよね。野田、っていうのはうまかったよ、野田とよっさんは、うん。あれはやっぱ大手の風格あったね。トークでキャラ立ちしてたよ。あんだけ良い音流れてたらすごいよね。見えなくなってたかも。すごいよね。公式であれだけ音が流れるっていうすごいすごい事態。放送事故レベル。でもよっさん社長だからね。よっさん社長だから誰でもなれる。よっさん社長。しかもハブ持ってないじゃんよっさん。あ、そうか。よっさんチャンネル。よっさんチャンネルの社長。どうも元気におはようさん。おはようさんチャンネル。社長とダッチョは腐るほどいるから。買ったありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。あやかさん。結構アイテムくれるんで、あやか。テレビの収録に向けて頑張ってやります。何すか。こんばんは。誰。みーちゃん。あー、こんばんは。出るんですよ。出るかもしれない。テレビに出るかもしれない。明日カメリ派です。はい、テレビ局でカメリ派してきます。ちょっとトイレ行ってくるわ、うん、そこに公園にさトイレあるから、うん、よいしょ。和洋さん休憩です。あった、就任変わっちゃったかな、うん。和蔵さんはおトイレタイムです。よいしょ、きっとトイレだな。明日10日に、ルンタンと和蔵さんと一応収録があるんですけど、その収録のカメリ派が、明日テレビ局でやります。でそれの、課題が、1分の、あれ1分、あ、1分の、曲を作詞作曲して
で、それを、10日に収録するという、ミッションです。カメリハか。カメリハテレビ局行くってすごい。テレビ局、まだでも、実際、もし配信されるのだったら、半年後ぐらいになると思います。ですね。で、今ちょっと近所迷惑になるので、車の中から、公園の近くの車、あれ?公園近くの、ちょっと道路の駐車場で、ギターの練習中っていうことです。うん。ま、あ、そう。私も出ます。そう。使われれば、半年先ぐらい。楽しみ、恥ずかしいなぁ。で、きっとそれを、たくみさんが、YouTube にアップして、バカップルとして、世界に配信されるっていう、テレビ番組を。なんで、もし、テレビに出たら、誰か録画してもらって、それを、ちょっと編集してもらって、YouTube にアップできるといいなと思います。待ち遠しいっていうか、もう半年先だからな。これでなんかもう別れてたりとかしたら痛いことも、痛々しい。なんか後ろで、ハートありがとう、小田谷さん、ハートありがとうございます。はい、あ、お父さん帰ってきました。寒いね。お父さん寒いね。汗が強い。ただいま、ハートありがとう。ん?あ、お父さん今、ちょっとトイレに行ってました。うん。何が待ち遠しいって。うん?テレビ。テレビ?恥ずかしい。黒歴史と。黒歴史だよね。今黒歴史を作ろうとしてるんちょっとバカップルを世界に配信するために。音楽ね。でも、まあ、出れればね。で、まあ、楽しみかな。どうかな。恥ずかしいな。やばいね。どうしよう。あ、でも出ないより出た方がさ、面白いじゃん。うん、いいや、面白いから出ようね、頑張って。そうそう。ね、そうそう人生何事も経験だから。わざつ。わざつ。くまちゃんはこつで、わざつです。今ギター練習してまーす。ハートありがとう。ハートありがとうございます。つみきちゃん。あとね、自分たちで録画見て、なんだ、なんとか L。あ、もだえる。もだえるか。恥ずかしくて。恥ずかしくてもだえるなんだ。だからなんか、テレビなんどんな扱いされるかわかんないから。そうだよね。そう。それを見てなんかもう、うわ、やばーってなるかもしれない。ね、どうしようーってなっちゃう。黒歴史を作るんだよ、俺らは。
親戚とかに見られたりとかして。深夜じゃなかったっけな。深夜か。で、見たよって電話かかってきたりとか。超恥ずいよね。友達とかから見たよって言って、あ、大丈夫、友達なかったわ。大丈夫、それはセーフだった。セーフだった。妄想だった。妄想だった。親兄弟から、そうそう、親戚親兄弟から電話がかかってきた。お先に、あ、彩香さんお先が飲めるんですね。羨ましい。私は席が飲めないので、そんな時はもう耐えられない。風船ありがとうございます。風船ありがとう。とかとくざとトークザさん、この件がありがとうございます。この件がね、はい、安いギターだからしょうがないよね。うん、そう、お酒飲めないんですよ。ちょっとでも飲める人、あの、なんかお酒のなんかカクテルとか飲んでみたいけど、作ったらよか。あ、でもなんだろう、後で頭とか痛くなっちゃうから。頭絶対痛くなると思う。やめた方がいいと思う。だから色とかなんか形とかなんか可愛いのとかいっぱいあるから、なんかそれで飲みたいっていう気はあるけど、後でなんか、あ、でもなんかアルコール自体マジが、なんか、ウィッてなって。ウィッ。ウィッ。わかる？ウィッ。なんでこれ？そういうカクテル、飲みやすいカクテル作ってあげるよ。ジュースみたいな味の。アップピッキングの方がいい感じじゃない？あ、パーコ先生が言ってます。え？アップピッキング？アップピッキングって？アップピッキングってどんな感じかな？上にあるっていう感じ。こういう感じか。なるほど。そこまで気回せないかな今。小林あき、あ、あきら？小林あきら？小林。朝日みたいな。朝。小林秋田。うん、小林秋田誰？うん、微妙。うん、微妙か。アップピッキングは微妙かって言った。あ、すごい。あ、何？今どんどん行ってる、どんどん行ってる。あ、なんかすごい車がどんどん行ってる。無線？いや、俺の。あ、俺の足。リズム取るために。びっくりした、車揺れた。うわ、かわいい。なんかびっくりした。あ、しんどい。なんかリズム取ってるやつがなんか自信かと思った。びっくりした。なんとかのリズム。裏のリズム。あ、すごい。音楽弾幕が。肩こりそう。あ、そうだね、肩こるね。肩痛いもん。ここら辺で痛い。あ、
マッサージ師にならないとまた。そう怒ってるよ。指よりも肩の方が気になってる。すぐ肩凝っちゃうね。うん。肩こりさんもね。そうなんだよ。昔から。ストレスなんだよね。うん。わかるわ。うん。この際、裏のリズムの方がいいかもって。ラブソングだから無理。タオ先生は。ラブソングだから無理。あ、そっか。そっちの明るい感じになるのこっちのやつか。トリン。スカとかがそういう感じだね。トリン、トリン、高い音になるってか。あ、ほんとだ。陽気になっちゃうんだ。かわいい。うん、そうそう。風船ありがとうございます。ありがとう。風船ガムありがとうございます。風船ガム？ん？風船ガムって書いてある。そんなアイテムあんの？うん、風船。いらっしゃい、ギターやってまーす。誰？クワ。クワット。トさん。クワットさん。いらっしゃい。テレビに出るんでーす。テレビに出るんでギターの練習しまーす。肩痛い。肩こり。ストレッチするわ肩の。うん。壊れる肩が。外でやってきていいよ。いや、座ってやる。座ってできる。あのストレッチやってるから。大丈夫。ストレッチ入ります。今ちょっと思い出したけど、このまあこれこれ。がテレビのオファーが来たけど上から目線でムカついたから断った。まあこれこれはテレビ出る必要ないでしょ。これこれも来たんだ、すごい。まあ生の姿だんだんタレント化してきたよね。あ、車はうちのです。モンタのお家の車です。他の配信者にも声がかかってると思うって言ってたけど、まさかの、そう、まさかここだったっていう。これこれさんのバーターでーす、うん。これこれさんの。でもなんか、どういう風に扱われるのかがまだわかんないけど、とりあえず明日カメラリハーサルで、で、収録が10日です。で、放送は一応予定としては半年後ぐらいだけど、使われるかどうかは分かりません。ギターの稽古つけてやろうか。あの、明日なんですよ、明日。ギター上手くなりたいわけじゃないって、うん、結構です。明日もうカメラリハーサルがあるんで。誰？青字？カメラの。クワットさん。クワットギター弾けるんだ。できるのすごい。違うところだといいんだけど、なんだかすごい、あが、上からだったって言ってたから心配。その、でも、上からじゃないんですよ。上からお願いしますっていう感じだったらしいですね。集中力が足りない。あ、集中力足りない。そうか、先生。あ、風船ありがとうございます。風船ありがとう。誰だか分かってないかな、クワットさん。誰だ、クワットさん。コテハンで名乗っておいて誰だか分かってないとか当たり前でしょっていう。風船ありがとうございます。なんか多分、いろんなテレビでそういうのやってるみたいですね。ないよ。生主とかそういう特集、インターネットを使ってなんかするっていう、いろんなテレビ局で取り上げられてるんで、ちょっとわかんないですよね。それ終了。どういう扱いをされるのかっていうのもまだわからないんで。
な扱い、まあ変な扱いだったら変な扱いで、まあそれはそれでまあ面白いと思う。まあ変な扱いになること間違いないです。まあ美味しいわ。美味しい。俺は美味しいって感じるから。うん、いじられそうですよね。でも結構みんなが ここにいるみんなが知ってる大物芸能人の番組だから。明日ね、リハーサルでテレビ局に行ったら誰か、いるかもしれない。芸能人に会えるかもしれない。会えるだろうね。うわ、すごいいいなぁ。うん、絶対なんか彼女さんはとか言っていろいろいじられる。ああ絶対言われるだろうね、なんかね。この人のどこにみたいな。考えておかなきゃ。相手しようって言ってるよ。え？相手してよはどうかなって。ごめん、なんか相手しよう。だって難しいんだもん。なんか映んなよ。いやいや、ちょっと今ちょっと。アップになっちゃうんで、ここで。カメはそこの引きにすればいいじゃん。そこら辺に、この木の葉が落ちてるところとかにやればいいんだよ。いや、もういやもう。にゃんにゃんやんとしよ。かーかー。こー。こー。こー。あ、そう、その前に練習、そう、練習、練習。明日だからね。明日だから練習、練習。川子先生、ありがとうございます。すぐね、それていっちゃうからね。そう、そんなために練習を今、頑張っているところです。あ、ラブソングっていうのでもうなんか決まってるんですよね。そう、和道さんが彼女に何だろう、告白をする、告白をするみたいな感じ。いや、まあ彼女の前でラブソングをプレゼントするみたいな企画、知らないけど。ラブソング歌ってもらう。コール進行を覚えるなら練習あるのみ。そうだ、パーゴ先生ありがとうございます。コール進行頑張ります。あとは歌詞なんですよ。歌詞はね、ドラちゃんそんな感じ。ラブソング、ラブソングのいい、なんかフレーズを。そこさ、タイムキープ出てるじゃん、うん、1分間でどれくらいかちょっと測りたいから、あの1分ちょうどになるくらいで543って言って、うん、で何秒か測って、じゃあこれから1分間測りまーす。きまーす、うん、ちょっと待ってね。じゃあなんだろう、ぴったり0になってから言って、カウントダウン3、2、1、はい。ラララ、ララ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 。
52。わーそう、こう、そんだけ弾ければなんとかなる。パクれパクれって。あ、もう、コード、あれはできてるから、あ、曲はできてるんで、あとは歌詞を考えるんだ。のりです。こんばんは。PP さん。ありがとうございます。いや、なんかドラムは、ブーツになっちゃったんで、ギターでやってくださいって言われてるんですよ。そう、ギター弾いてます。PP さん、こんばんは。風船ありがとうございます。風船ありがとう。ララ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 ラ作詞作曲をするというテレビの依頼をいただきまして。頑張ってます。1分程度の曲を。小林さん、弾力ありがとうございます。の方が練習に集中したいけど肩がすごい凝る。それでなかなか。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。つみきちゃん、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとう。バーバー、ハートありがとうございます。バーバー、ハートありがとう。いい感じになってきましたね、だいぶ、うん、この休憩終わったら家で歌詞考えようかな、うんうん、あ、来ましたドラちゃん、うん、ラーメンカレーオンマイリパスタラララ ラーメンカレーさあ、それで歌うから持ってきて、うん、歌詞来た歌詞いただきました、ドラちゃん。歌詞ありがとうございます。ラーメンカレー。ドラちゃん。ちょっとみんなコメント打たないでね。ドラちゃん、ラブソング。ちょっとコメント打たないで。こっちこっちか。いきます。ラララ。よっしゃ。ラーメンカレーオーマイ音が分かんなかったラーメンカレーパスタラララララーメンカレーオーマイパスタラララララ歌詞がさ、これこうあの曲調に合ってないっていうかコード進行に合ってないちょっと難しい、うんドラちゃん、ちょっと難しい。ラーメン、カレー、オーマイパスタ。ラーメン、カレー、オーマイパスタ。
そうそう。だから、ドラちゃんのね、ラブソング。ラブソング。いや、食べていいや。ありがとう。ラブソング。ちょっと待って、待って。ラブソングで。ありがとう。はい。うん。モンタンバカウケ。モンタン大喜びです。そう。素晴らしい。あ、コメント大丈夫ですよ、もう。ありがとう。ラーメン、カレー、まあ好きなものばっかりだよね。大好物ばっかり。食べ物。そう。大好物ばっかりで嬉しい。ラーメン、カレー、パスタ。今度なんか A マイナーが弾けなくなってきたな。ここは硬いんだよね。そう、あそこに痛いやつだ、うん、細いからね、うん、クラシックの弦張ったら切れちゃう？切れはしないけど音が変わってた。ポロロロロンみたいな。ナイロンだから、ポーンってなっちゃうから。エレキの柔らかい弦張ろうと思ったら。うん、あ、これあれか。金属じゃないとさ、アンプで音出ない。出るよ。あ、そうなの？不思議。お、新しいなんか武器を発明した、発見した。もう覚えられない。あのうちクリスマスツリー。骸骨にイルミネーション飾るしかない。ひどい低いって言った。低い音が西仙人さんの坂本さん、坂本さん、いらっしゃい。ニセ仙人さんと坂本さん、うん、のんちゃんです。バッテリー上がんないかな、車。大丈夫？うん、大丈夫。エンジンついてるから。あ、そうなんだ。うん。エンジンで発電してる。あ、どうも、はじめまして。坂本さん、はじめまして。ちょっとテレビの企画に出ることになりまして、明日までに作詞作曲をしてリハーサルが
あ、リハーサルに行かなきゃいけないんです。で、今練習頑張ってます。そう、で10日に収録で、まあ半年ぐらいにカットされなければテレビに出ます。 F がどうにもってパーコ先生もうちょっと肩こりが、おじさん肩こりが四十肩四十肩、早めの四十肩でちょっと苦しんで、うん、右肩が痛い。ああ、キキさんありがとうございます。テレビのオファーおめでとうございます。そう、楽しみは楽しみなんですけどね、どう扱いはどう扱われるかもわからないんで、バカップルとして世界に配信されるように頑張ります。もうプレッシャーには負けませんよ。あ、でもお嬢さんがいるんで大丈夫です。一緒に出ることになってるんで大丈夫だと思います。いやー、でもどうなんだろう、現場とかなんか知らないから。あれ、あ、実際にはなんかどっかロケみたいなね、ロケがあるかもしれないから、そんないろいろインタビューされるのかもしれないね。芸能人が来てインタビューすんの？わかんない。収録だけかな。そう、企画自体、企画書とか見てないから。そっか、あ、そっか、明日、いや、明日だって見ないとわかんないのか、詳細は。うん、和野さんがいいから。バーガーありがとうございます。バーガーありがとう。もし、なんだっけ、放送だっけ、放送とかされるのが半年後なんで、それまでになんか別れてたりしたら痛いこと。事故だよ。事故。ただの痛い思い出。痛い思い出になっちゃうのね、ちょっと。もうそんなならないよね、仲良くね。黒歴史。黒歴史もいいと思う。そう、それだけはなんとか回避。あ、バッテリーがなくなってきたんで、そろそろ終わっちゃうかもしれない。バッテリー 10%? それ、閉じる押して。10% って書いてあった。うん、10%。バッテリーが。そうそう、戻るじゃん。練習しててもいいし、ここにいても、配信を切ってっていう。配信続けたいかな。歌詞考えたい。じゃあ、早く、家で歌詞。家行こうかじゃ。はい、車で移動しましょう。それそこでいいよ、とりあえず。あ、じゃあそこに置いて。とりあえず俺、助手席行くから。はい。よいしょ。ウィン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 。
今何時間ぐらい経った？ 2 時間ぐらい。2時間ぐらいかな。2時間半ぐらい。今、2時3時。2時10分だから。2時間10分だね。バッテリー持つの。一旦家充電しに戻ります。2時間付き合ってくれてありがとうね、うん、はい、コーヒーをちょっと危ない。タバコ風船プレゼントありがとう。一旦戻ります。風船プレゼントありがとう。帰りますか。え？一回駐車場に止めるのもったいないよな。お金。どうする？どっからいつも入ってんのかだよな。あれさ、そこ右、中、あの、あれを右に、うん、交差点、信号。わかんない通りの名前。で、突き当たりを左。うん。じゃあ一旦この枠閉じちゃうかもしれないんで、すぐ枠開きます。パソコン変えて。残り5分で枠閉じるかもです。あ、閉じるかもっていうか閉じます。うん、ハートありがとう。うん、一旦オツですね。鳥オツですね。それが左、突き当たりを左で。多分大丈夫。うん、トリオツです。うん、トリオツ。
合ってる合ってる、まっすぐ合ってるって。ここがこっち側行くとドン・キホーテだから、東新宿の駅。はい、結構先、まず先、もう3個ぐらい信号先かな。なんか高速を下るところある？あるあるある。だから中野坂上の交差点でしょ？あそこまで行かない。いや、行くよ。合ってる合ってる。大丈夫だよ。この次の信号で左。中野坂上だから山手通り合ってるでしょ。もう分かる？いや、分かんない。え、右か左かって、左側に入るところがあるんだけど、そう、入るところは分かんない。俺じゃない。モンタンは多分そっから来てるんで、いつも分かる。 こっから入る、こうね、 U ターンしてでこっちに来る。一回向こうから来て、こう U ターンして。違う、間違ってる。とにかく左だから。来るときね、来るとき。来るとき？向こうから来てる。なんとは向こうから来てんの。向こうからこう来てんの。いい、とにかく左だから。で、どこ入るかわかんないよ、俺。はい、みんなお疲れ。あと1分です。お疲れ様でした。ありがとうございます。おつでーす。またすぐ枠開き直すんで、見に来てくれる人は見に来てください。お疲れ。Which do you like better? Dick Hard Good Pushy Pro? ブロ。なんか、プッシーとかディックとか言ってるから、多分エロいこと言う。ここじゃない？違う？もう一個。うん、おい、レモン、枠取り直すから待ってて。赤松川だ。赤の目通りって言った。はい、お疲れ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バットボタン押してんだよ、もう。